どうもお疲れ様です今日の令和セルシオコーナーは久々に「ファイヤーバード」行ってみましょうか「あナイトライダートランザマ」ですねこちらの方もねなかなか個性的なアメ車という形でね並んでいますけどもだんだん球数が少なくなっていくのとやっぱこう外車っていうとアメ車っていう感覚よりもねヨーロッパにこう途中から変わってきたんですよね まあ、アメ車の武骨なスタイルってのは、まあ、1970年代、80年代に日本を席巻したんですけども、その後ね、やっぱりこう、BMW とかね、ベンツとかっていうのに取って代わられて、しまいには2000年代からフェラーリみたいなのもね、流行ってきて、もっぱらアメ車ってのが受けなくなってきたんですけども、まあ、根強い人気を今でもね、えー、一部のファンに感じさせているアメ車。その中でも、トランザム、 つまり、アメリカ横断っていうね、タイトルを勝ち取ったファイヤーバード、一体どんな名車が並んでるんでしょうか。今日は19台出てきましたね。で、まあトランザムといえばこれかなっていうね、えー、まさに、えーまあ、ロボットアイとでも言いますか、この4つ目がね、ガン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 と入ってるタイプですけどもね、これもなかなかファイヤーバード、トランザムっていう風な形ですよね。黒のボディに金のホイール、これもなかなか かっこいいというところで、こちらの方、なんと693万円からスタートです。もうほとんどね、家買うんですかみたいなね、価格になってきましたね。40年以上前の中古車ですよ。ああ、こんな価格になるんですね。次行きましょうか。これは割と新しいタイプですね。えー、ナイトライダーシリーズの、ナイトライダー、ネクストの前の ちょっとデボンが死んじゃう回に出てきたあれだと思うんですけども、まあこれは赤いタイプのトランザーが似合ってるかなと、支払い総額299万円と、そこまでびっくりする価格ではないかなってところですね。はい、それで、これは、ファイヤーバードの中でも、私的にはね、ちょっとこう、これはダメだろうみたいなね、そんなカテゴリーになるんですけども、この顔はダメだろうと思うんですけどもね、どうでしょうかね。うん、なんかその、アメリカのデザインというよりも、 なんか、メイドインジャパンみたいな、MR2 みたいな、こう、バックスタイルを思わせるんですけどもね。まあ、次行きましょうか。これもですね、ちょっと飛ばしましょうか。はい。ファイアーバードの中でも、ものすごく古いやつですこれは。1969年って言ったら、私が生まれる前ですよ、もう。ねえ、皆さん。60代の方が、まだ子供の頃にこれ見たかなっていう程度なんで、多分ね、現役で、乗っていたよって方が、もしいらっしゃったら、70代以上でしょうね。 まあ70代以上って言うと GHQ がまだうろついていたようなね、時代にも重なるかもしれません。うん、ちょっと想像つかないですね、これはね。動くのかな、でも <laughs>。はい、次です <laughs>。これがだから私たちの言うトランザムってやつですよ。あのナイトライダーとかね、あのタイプですよ。あの、フロントスポイラーがあのオリジナルなんで、これをあのキット仕様に付け替えることによってね、あの、例の テレビプログラムのナイトライダーができるよってやつなんですけども、463万円ということでね、こっからレプリカする方は、ドカンと500万とかね、700、800万乗ってくるっていう形になるのかなと思いますけども、まあ、それは予算に応じてってことになると思います。次。ああ、これは所ジョージさんが持ってるタイプだったかな。うん。これもなかなか古めかしくっていいかなと。はい。それから、こちらのね、白という珍しいタイプですね。はい。次。 あ、これは、トランズも7000、バンディットのスタイルです。イーグルアイってやつね。多分これだったと思いますけどね。やっぱり古いながらも人気のタイプです。850万。まあこれに、多分ね、えー、消費用とかいろいろ込み、また、マイカローンとか組むと1000万を超える価格になると思いますね。すごいですね。<laughs> これも人気のタイプですけども、まあ価格はアスクになってるというところで、 まあ、どうしようもないファンの方が、ぜひね、このキャロルっていうお店ですか。うん、まさに、アメリカの中古車を思わせるようなタイトルですけどね、ここで、ぜひ選んでいただきたいなと思います。ああ、これも、バンディットのイーグルアイのタイプですね。色がブルーということで、これ前のオーナーさんはどんな人だったのか、ちょっとね、オーナーさんに興味がありますね。ブルーのトランザムっていうのはなかなかないですよ。うん。で、これも、ナイトライダーのタイプですね。えー、ボーリング、 ホイールってやつで、ほら、ボーリングの玉みたいなやつでしょ、ホイールが。黒くて。これも多分ね、このタイプ以外には、ちょっと考えられないホイールだと思いますよ。はい、あ、黄色ね。これも当然アスクになってるかなってとこですけども、なかなか、いかついと言いますか。年式が2012年ってのは、これは嘘だろうと思いますけどね。まさに改ざん車じゃないのかなと思います。 どういうことなんでしょうねこれが2012年っていうのは。1979年仕様でしょやっぱりこれ。なんか訳あるんですかね、うん、まあこのロボットアイみたいなのが、ロボットアイっていうのかなこのタイプが今回は最も多いかなってことです。わあ、ゴールド。すごいね。あ、このタイプも珍しいですよ、すごく。まあ当然アスクでしょうね、これはね。1000万を超える価格じゃないですか。あ、これが所ジョージさんか。うん これバンパーどこですかねこれ。前ぶつけたらもうなんか、ヘッドライトから全部行かれてしまうんじゃないかなと思いますけどね。これも。多分ね、この顔のタイプってのは、あの、サメですか。シャークアイとかいうやつじゃないですか。うん。あ、これもですね。はい。で、以上なんですけども、案外もうね、ナイトライダー忘れられているのかなっていうところですけども、これだけ見てみましょうか。クリックして。 写真がいっぱいあるといいんですけども。はい、ありますね。うんこれは、どこだろうエリア101さんかなあ、エリア101さんだ、これ。さすがですね。日本一のトランザムオーナー、輸入車おこれはもうね、あの、レプリカ一直線なんじゃないですかあ、シートももう、あれに変えてますね、もうね。 このタイプね、あの、キャブレターじゃない時代のやつじゃないかなと思いますね。エンジン結構きれい。ここのね、エリア101さんはいいですよの。トランザムのね、買い付けにもあの、レストアにもかなり定評があるんではなかろうかと思いますが、シフトノーブこれか。あ、オリジナルだからこれなんでね。 これハンドルも入れ替えて、あの、テレビのね、あの、マイケル・ナイト仕様にしてくれるんじゃないですか。うん。私もここね、インパネはめてしまってるんで、オリジナルのこのインパネを見たことがないんですよね。こうなってるのか。USB がついてますね、なんかね。これキーを回すところうん、まあ、ちなみにあの、ナイトライダー仕様にするとね、エアコンが本当にね、ほとんど <laughs>、 効かないんで、夏はサウナ状態でとても乗れないです。しかもあの、サンルーフっていうの ?T バルーフから日光が差し込んでくるんで、暑さに悩まされますね。ああ、これ、バックミラー変えてるじゃん。ん見積もりぜひしてみてください。柔らかいお値段でお願いします。それでは。